はーい、お疲れ様です。元本光です。今回のお話なんですけど、こちらのね、実証少年革命家、ゆたぼんくについてのお話になるんですけど、ゆたぼんくんといえばねえ、昨年こんな感じでクラウドファンディングしてたじゃないですか。スタディー後で、ね、日本一周するぜみんなに勇気と元気を届けるぞーって言って、日本一周、これがね、夢だーともゆたぼんくん言ってたんですよ。みんなに元気を届けたい、勇気を届けたいっていうのがね、夢だって言ってたんですけど、これね、あの、予定が4月、 予定のはずだったんですけどなんかこないだ格闘技に出るよとかっていう話だとかまあいろんなので延期をしますとは話してたんですけどさらにですねまた今度は格闘技に出ますって言ってその件もね他の人がクラファンやってるんでぜひね、えー、支援してくださいとかって言い始めてるんですよねいやいやそんなことよりもさえー、まずはもうこんな進捗の発表もないですしえー、最近だともうただただ有名人にねあのー、噛みついてるだけの動画しか上がってなかったりするんでそんなことよりもまずは進捗発 発表しろよーって、ふざけんなーってね、ネット上では批判が殺到してるんでね、今回、ユタボンクについてお話ししていこうかなと思います。元ズのチャンネルでは、時事ニュースケのことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ、このツイート最近ね、ユタボンクがしてるんですけど、2023年1月21日、新宿フェイスで開催される、ハーツっていう格闘技のイベントで戦うでーっておこう、ね、来年こんなんのがあるから、俺出るぞーって言ってるんですけど、約150人の子供が、 に来るみたいで対戦相手は同世代のこの予定やから楽しみにしておいてなーってみんなぜひ楽しみにして来てくれぐらいのね話なんですけど主催者の星野さんまあこれは別の人が主催者でいて星野さんがクラウドファンディングを始めたからみんな支援とシェアだ。 の協力お願いしますって言って、もうこっちのクラウドファンディングもね、ぜひ支援してくれ、俺も出るからさーって言ってるんですけど、いやいや、ちょっと待てよ、ネットの人の意見からするとですね、いや、あんたああ、あんたって言ったら、ゆたぼんくんのね、あのクラウドファンディング、全然進んでるって聞いてないんだけどーって、ねえこんな感じで480万も集まって、スタディー号でよ本一周しますよーって言ってて、で、2022年の4月頃に東京から出発予定ですよーって、まあね、状況によっては延期になる可能性はありますけどっていうふうには言ってるんですけど、 少なくとも努力してるっていう感じが見えないんですよ。YouTuber だから,だからあの、そんなのね、クラウドファンディングとかしたら、今こういう状況ですよとかって進捗ってめちゃめちゃ伝えやすいと思うんですよね、動画にしたりとか。で、そういう動画が全然ないんですよ。うん。どちらかというと、それの方がネタになると思うんですよね、うん、YouTuber としては。みんなのためにこれやりたいからって。で、車はこういうふうに今改造してますとかってね、あ車をね、改造してるんですよ。えー、どこだっけな、ここ,こ,こ,どこ、どこかに書いてるんですけど。 えっと、思っちゃいましたかこんな感じで、車を作って日本一周するぜって言ってるんで、車改造してる姿とか YouTube で上げやすいはずなのに、全然上げないんですよね。で、最近だと、まあ有名人の一般的な意見に対して無理やり噛みついて動画上げたりだとかする、うん、特にそんな炎上事でもないのにね、まあそういうことをやってたりして YouTube の動画上げてるんですよね。 でちなみになんですけど、今回、その主催者って言われてる人はね、こんな感じなんですよね、クラウドファンディングでお金集めてるみたいなんですけど、僕、私もきっとできる、負け続けた僕の背中で子供たちの未来に光を与えたいっていうね、まあ、この方がね、色々クラウドファンディングしながらそういう主催をするみたいなんですけど、まあ、少なくともユタボクのツイッターのあれじゃそんなに影響なかったっぽいですね、20人の支援士しか今のところ集まってないんですけど、でこの方をまあ悪く批判しようとかって今回の動画では思わないですけど、ただユタボク ユン君についてこうやって書いてる部分があるんですよね。えー、不登校 YouTuber として有名なユタボンです。彼に対してはさまざまな意見がありますが、自分のように学校に行っていない子たちに学校に行かなくても幸せになれるということを伝えたいと言ってるのを見て、僕は素直に尊敬の念を抱きましたと。まあ、この人のことだけだったら、元光もそうだと思うんですよ。不登校が必ずしも悪いわけじゃないよっていう、そういうメッセージは別に悪くないと元光も思うんですよね。ただ不登校を推 推奨したりだととかかか学校行なない方が幸せになれるよとかって例えば、ゆたぼんクもね、動画で上げてるんですけど、こんな感じで、東京でブイブイ増してきたみたいな感じで、え不登校で、まあ、こうやって YouTube やってるからこそ、なんかもう合流できたよ、東京で合流できたよ、みたいな動画があるんですけど、いや、それはもともと違うと思うんですよね、うん。不登校が故に得をできるとか、そういう話はしなくていいんじゃないのか、それって別に不登校じゃなくてもできるから。 いろいろ理由があって学校が行けない子たちに、まあ、勇気だとか、まあ、あの希望を与えてあげるっていう活動自体を求めたら別に全然いいんじゃないのかなと思うんですけど不登校俺も不登校だで、ね、こうやってね合流できてんだえそれ推奨するぜ不登校でも何も問題ないぜ学校なんて行かなくていいんだってそういう活動するのは違うでしょって。 まあこうしたずれた活動してるユタボン君だと思うんですけど、ただね、この間のね、動画の中では、ユタボンスタディ号延期するよって、格闘技に出るから延期するよって、こんな感じのね格闘技に出るよっていう話で、ゴールデンウィークにこれがあるから、出発4月予定っていうのはできないよとかって言い始めてたんですよね。まあ、その時にもですね、ユタボンスタディ号の出発は5月以降、6月ぐらいになると思いますって言ってるのに、もう6月入ってるからね。出発の段取りとか進捗って、ほっと ちゃんと、ね、説明した方がいいと思うんですけど、全然ないですよ、こんな感じで。で、しかも、まあ、これ、過去の話ですけど、そのね、この格闘技に出るよっていう時もですね、えー、説明がね、延期になるのはいいんですけどって言って、ちゃんとクラウドファンディングのペレージに、情勢により延期となる可能性がありますよって書いてるから、延期になるのは別にいいんだよとかって言い始めてるんですよね。めっちゃ軽い感じでね、クラウドファンディングの延期をね、しようとするわけですよ。まあ、したんですけどね。で、そして、えー、まあ、こういう格闘技に出ますって言って、えー、ゴールデンウィークぐらいからに出 ってでこんな感じで動画を出してるんですよ。レオナ・ペタスさんと戦いましたって動画出してるんですけど、15万人もいる、えー、チャンネルでですね、1万6000しか再生されてないんですよ。もうなんか、満を持してこういうイベント出てきて戦ってきたぞって言ってるのに、10分の1しか再生されてないんですよ。まあ、1万6000再生ってめか多いのは多いんですけどいや、みんなの注目度から考えると、かなり少ないんじゃないかなって、元々は思ってるんですよね。で、この再生数がどうのこうのではないとは思いますけど、こののイベントの たために、えー、クラウドファンンディングのの約束っってわざわざざ延期する必要あったの天秤にかけた時に、まあ、結果論かもしれないですけど完全にね、あのー、こっちの方が後回しでいい内容じゃねえかーって本光は思うんですよねそれよりもみんなから約束をしてかつね多くの人からお金集めてるようなことを本気でやるべきなんじゃないのってしかも自分でこれが夢だとかって言ってたスタディー号で一周するっていうのをやるべきだったんじゃないのかなって本光は思うんですよね しかも、この延期の時もそうなんですけど、確かにね、クラファンで注意書きね、情勢により延期となる可能性がありますって書いてはいるんですけど、あんまりにも軽いですよね。クラファンってお金をもらってる約束だと元光は思ってるんで、だとしたら、そのね、約束をちゃんと守るっていうために努力してないんですよ。ああのだから延期になるっていうのが、そのイベントがあるから、じゃあ延期にしますみたいな軽い感じでやってるんですよね。 ここの、えー、注意書きって普通の人の感覚だったらめちゃめちゃ努力してこのクラハのために頑張ったけどいろんな状況がでやむを得ずちょっと延期になりますよっていう注意書きの感覚なんですよ普通の人はねおそらく元光は少なくともそうなんですけどなのにねあのユダモン君からするとこの注意書きって別に自分の自由に延期させてもいいんだねっていうような感覚だと思うんですよだから約束を適当にないがしろにしてもいいんじゃないかっていう考え方なんですよねこれって社会道の航路功労とかじゃなくてですね 人として約束を破るっていうのは良くないことを信頼を欠くことなんですよねこんなの当たり前なんですよでもユタボン君はその感覚が確実に欠けてると元々は思いますでもうこれユタボン君はあくまでねまあ中学生ですしそこまで攻めようと思わないですけど周りの環境ですよね親とかその周りの大人とかがそれは良くないよって誰も注意してくれないっていうこの環境がかわいそうだと思うんですけどただユタボン君もね今後もう大人とか二十歳超えたりとかしてきたら本人の責任になっちゃうんで本当にそこ この辺で誰か教えまあまさにネット上ではそれがね実験だみたいな感じで言われたりするんですけどもうほんとかわいそうだなと思います周りにそうやって注意してくれる人がいない約束は守るもんだよっていうこともね教えてもらえないっていうのはすごくかわいそうなんじゃないかなと元々は思ってますでこんなツイートとかもやってたんですよねユタボンくんクラファンで支援してくれた人が群馬から沖縄に会いに来てくれましたご飯だなうってよっしゃありがとうっていうような話してるんですけどいやいやもともとユータボン君 クラファンであのみんなあ支援してくれた人のところに行きますよって言ってたのに逆に来てもらうような形になってるんですよ。 この状況がダメだよ、おかしいっていうことをね、あの、お父さんも教えてあげれないっていうね、この環境マジでやばいよね。うなんで、なんで支援してくれた人が来てんだよって、本来あなたが行くんでしょっていう話だからね、これがおかしいと気づかず、よっしゃありがとうって思ってる、この感覚が本当におかしいと思います。で、まあ、いろんな人の意見もね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、スタディー後、クラファン支援者への説明義務と責任感、君の学芸会を優先させるために、みんな金出したわけじゃないと思うがね、せめてくれ 車が完成しているのか、何月何日に出るのか、不登校時にどう探すか、どう励ますか、これくらいのプラン説明はしたらどうだいって、ほんとそうですよね。もう5、6月には出発しますよって最終的には言ってるんですよ。それに対しての進捗は一切ないですよね。こちらもリツイートといいでさせていただきますね。あ、もともですね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、えっ、ー、と、集めたお金でまだ日本一周しないんですかやることやってから発言しようよね。だから一個やって次の のことをやっていけばいいのにもう自分の夢だって言ってるんですよ今までクラファン <laughs> なのにもう後回し後回しにして何も発表しないっすよとか、えー、売名行為を含め人の善意で集めたお金での案件はどうした全く音沙汰ないけど車を用意する準備中だとしてもそれを伝えるべきではということでねそうしたところクラファンのね活動報告のとこにももう4月22日から何もないんですよねその進捗報告とかも全然ないんですよねもう明らかにおかしい状態でこれだったら本当とね詐欺だって言われてもおかしくないと思うんですよねリツイートといいねさせて いただきますねできないならせめて進捗報告とか何かすべきなんじゃないのかなって元光は思いますあとねゆたぼんやパパに対して理不尽な要求はしていないただユタボンスタディー号の現状を知りたいのです未完成ならそれで構わないよくないけど遅れているなら何時い,やいつまで完成するのかいつ頃出発できるのかツイートなり YouTube に上げてほしいまあほっとそうですよねもうだってお金集めてんだから いろんな人からこちらのリツイートといいねさせていただきますねとかユタボンはクラファンのリターンである日本一周計画を全力でやっていますか学校の争わしばかりするのがユタボンのやりたいことですかクラファンのお金集めは全力でやって480万円をか集めたのですからその後のリターン返しも全力でやってくださいということでね、まあ、4月予定だって言ってあのこの人の家にね行くからっていう感じで支援のリターンとかを募ってたわけですよその人たち来るの待ってるわけだから もともと勇気は元気届けたいっていうのが夢だったのにそれを後回しにしてるんですよ、まあ、やばいよねこちらリツイートといいでさせていただきますということでね何が言いたいかっていうと、まあ、人として約束ってやっぱ守らないといけないことじゃないですかその別に学力どうこのこうの,の話じゃなく、まあ、当たり前のことを周りの大人とか、えー、お父さんとかも教えてくれないその環境がほんとかわいそうだなとボトビツは思ってます、はいまあ、ということでね今回のお話は以上です皆さんの意見はね ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元日のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。